館にいた者たちはすべてアマルティア島へ連行する。必ずしもマガザンの配下とは限らないが、身の潔白が証明されるまでは身柄を拘留する。はっ、証拠品を処分されないよう注意してください。了解です。秩序の機空団、まさかあいつら。発着場の機空艇へ護送を開始します。逃亡者を出さないように。クソが。構成員の拘束は完了しました。地下の施設の探索を開始しています。ご苦労。引き続き警戒を怠らず進めるように。了解です。体調は問題ないようだな、リーシャ。はい、毒に関してはあの町で手厚い看護を受けましたから、すでに感知しています。その説は、その迎えにまで来ていただいてありがとうございました。父親が娘の送迎をしたまでだ。大したことではない。それはそうですけど、でも私の不手際で星屑の町へ迷惑がかかったことも事実です。私の小型艇を涅槃が追跡していたことに気がついていれば。あの小型艇の計器類で追跡に気づくことは難しい。それに不手際で言うなら小型艇の管理についてだろう。はい、あの父さん、今回の件、父さんはこうなることが分かっていたんですか？こうなるとは？私たちと十天衆が対立することで、漁夫の利を狙ったマガザンが星屑の町を襲い返り討ちに遭う。かねてから危険視していたマガザンが戦力をすり減らしてくれれば、秩序の機空団は一斉検挙が要因になる。そうだな、機会があればシエテに尋ねてみるといい。マガゾン内部にカルム一族の生き残りがいることをどこで知ったのかと。この状況を作るために涅槃を焚きつけたのは。第四機空艇団の戦力は平時に比べ大幅に低下している。モニカと共に団員たちの指揮を引き続き頼む。了解です。彼には文句を言われるだろうが、これも秩序のためだ。つまりあなたと青の騎士はマガザンを潰すために裏で手を組んでたってことですか？いや、手を組んでたというか、なんとなくこうなるかなと思ってたというか。密約があったわけではない。秩序の機空団も長年マガザンを危険視していた。金薬ヘブンの流通も含め、マフィアの中でも大きな被害を生む存在だったからね。敵の敵は味方ってね。マガザンがのさばってたら、星屑の町の子供たちは海にも気楽に行けないし。そして対立が本物であるとマガザンに思わせることができなければ意味がないか。そういうこと。なるほどな。シスは死にかけたんですよ、エッセル。目的のために仲間を騙すような真似。あ、エッセル。目的のために仲間を騙すような真似、二度としないでください。本気で怒った時の喋り方ですよ、あれ。そうだね。
星屑の町のためを思って行動してくれたことには僕も姉さんも感謝してますけどね。次はないですよ。覚えておいてください。怒られちゃったよ、風野。そうだね。確かに万人の納得が得られる手段ではなかった。俺だって今のシスじゃなけりゃ踏ん切りはつかなかったんだけどな。ま、その今だって俺が作ったものじゃなく団長ちゃんのおかげだけど、はぁ、向いてないかな、正義の味方。シエテ。何、ウーノ。君のそういうところを買っているよ、私はね。うん、ありがとう、ウーノ。エッセル、カドル。ん？どうしたの、シス。俺はシエテの判断は妥当だったと考えている。たとえ俺が。あのね、シス、そういうことじゃないんだ。ん？ああいうやり方を続けたらシエテはいつか一人ぼっちになってしまうかもしれない。シエテに悪気がないのは分かってるよ。そうすべきだって思ったことにまっすぐなだけ。でも周囲がそれを理解してくれるとは限りませんからね。釘を刺せるタイミングで刺しておかないと。あんな人ですけど僕たちにとっては恩人ですから、最後の一線を踏み外さないでほしいんですよ。そうか。もちろんこんな心配ができるのもシスが無事でいてくれたからだけどね。まったく、面倒な人ばかり集まるんですから困った話ですよ。すまない、お前たちには迷惑を。ヒュンフの言葉を借りればそういうとこだよ。そうか。こっち側持ってくれ。うん、任せる。よいしょ。サラーサさんも無限さんも力持ちです。おかげで片付けがあっという間に進んで助かるぜ。この建物一見無事だけど少しずつ傾き始めてるみたい。ミオ、確認してもらえる？うん、残った柱がきしんでる。屋根の重みで崩れる前に壊してしまった方が良さそう。やっぱり。それじゃ奥と東側へ倒してもらっていい？承知。みんな下がって下がって、じっちゃんが建物切るよ。次片付け、ここ。ああ、よろしくな、無限。任せる。あっという間だ。すごいな。無限も団長さんも、十天衆の人たちも。解体が進んでいるようですね。あ、こんにちは。アシャさん、レイさん。ごきげんよう。そろそろ、資材を運び込んでも良いのではなくて。アシャ。はい、ママ。どこに積むかを決めた方が良いでしょうね。お、だったら、あっちの広場がいいかも。あそこには建物作らないし。候補になる場所があるようですね。案内をお願いしても？うん、こっちよ。あら、随分と細かく書いてくれたのね。
私の子供たちに渡しておくわ。全部ないした。団長、次どこ？そうだな。結構片付けたし、一回休憩しようぜ。お？ってことはおやつか？ケーキか？早く食おうぜ。そんじゃ、あっちし緑のお茶入れてあげるや。坊や、おやつの時間だそうよ。あなたは行かないの？無限もっと運ぶ。例えば壊した同じ。壊した分働かないといけない？うん。そう、真面目な子ね、あなた。でも無限、おやつにするよ。ほら、呼んでいるわよ。行ってらっしゃい。あなたももうこの町の子供の一人。肩を寄せ合い、助け合い、苦楽を共にする兄弟姉妹のようだから。兄弟姉妹、親ない、ここ来る、一緒暮らす。ええ、ここはそういう町なのでしょ。うん。ほら無限、早く。今行く。団長、ニオ、眠るない？なんだか目が冴えちゃって。ニオさんと一緒にお散歩してたんです。こんばんは。あなたらしい歌ね、無限。無限らしい？ええ、穏やかで柔らかい音。寂しい。お歌を歌うと元気が出ますよね。一人の時も。うん。星屑の町、十天守、気空団。一人ない。一緒。寂しいない。涅槃一人。無限寂しい。十天守も気空団も。行動を別にすることは多いよ。いさかいで距離を置くこともあるの。でも最後にはこうして顔を揃える。ぶつかっても気持ちを伝え合って。無限がそうすればあなたたちもきっと。涅槃、無限一緒、いや。でも、無限は涅槃と一緒にいたいでしょ？なら、それは伝えた方がいいよ。拙なくてもいいから。涅槃が去った理由や事情、無限の気持ち。あなたたちが話すべきことは、たくさんあると思うよ。涅槃。会う、話す、話す、したい。なるようにしかならぬ。覚悟以外にできることはあるまい。